ことが起こりましたよ。はい、一匹もいないね。羽がこう、羽がね、こう飛散してるという。何羽いたかな、9羽ぐらいいたのかな。ねえ、さあこの鉄壁のこの金網の、僕の作った高床式ね、高床式の小屋がなぜこんなことになってるかと。ここですよ、ここ。いや、食い破られとる。こっから入ったかよ、こっから入ったかよ。かなりでけえな。やり方からしてキツネですね。イタチはね、首だけ持ってくんですよ。首をちょん切って基地を吸うんで、このやられ方からねしてね、キツネですね。新手が来てますね。やってくれんの。ああこれ羽が飛び散ってますよ。ああ、これ。あ、羽がここにもね、ほら。羽が。ここでもやられてますな。ここでもやられてますな。おー、なるほどね。なるほどね。皆さん、これでもキツネをね、殺すなと言えますかね。皆さん、こう別にね、守りがね全くない状態で取られたんならね、それは僕も悪いですよ。こう守ってるのにね、食い破られるっていうのはね、これはね、いわばね、戦争ですよ。これ戦争。もう、卵から孵化させてね、いわば親心までついたと思いきや、途端、こう、蹂躙されるというの。お前ら、大丈夫かよ。まさか高床でやられると思わなかったな。高床でも来るか、おい。上から木組みするしかねえのかよ。いや、まさか破れねえぞ、これ。なかなか破れんぞ。いや、破れねえわ。なんつせえな、力。引き裂いてんな、おい。熊じゃねえだろうな。熊じゃねえ。キツネか。来てんな。かなりでかいやつ来た。くっそマジかよ。これ
降るか。よっ、開くな、ちょっとな、開くけど破れはしないよな。まさかな。いや、油断した。これ足場になったんかな、これ足場になったんか。いや、足場にはなんねえ。立って、いや、足場になったか。え、どうやって入ったんこれ。こっから登る。入る？四つ足で？四つ足で入る？これ。イタチではない。イタチだったら。握り拳だな、でいいもんな。でけえな。いやー、完璧だと思った。木で張るしかねえのか、やっぱ木で行くしかねえのか。突破されました。上に登ってんのはね、これはちょっと大きめだったんで、早めにこっちに移した若いやつなんですね。まあ、下の連中は怖くて上にずっといる感じですか。そうか、こっちやられてないよな。こっちやられたら、まさかやられと思わんかったな。また檻借りるか。これはね、戦争ですね。やるかやられるか。これはやるかやれるか。そう、見てろよ。